いやー、皆さん、私はね、もうほんと7月はもうずっとドボンドボンドボンで、もうね、ドボンって感じなので、はい、ちょっと今日600日って感じのお祝いイエーイみたいなのできないんだけど、またドボンが終わったらね、ちょっとドボンの期間中はドボンしかしないんですけど、終わったらまた普通に、普通のやばい配信するのでお楽しみにって感じで、7月中はね、もうドボンをやるってもう決意したので、7月初めに。で、今クーラーつけたらめっちゃ音でかい。やばい配信とは、だってやばい面白い配信。ドボンしながら付録作ろう、だってやばいでしょ。無理無理、さすがの私もちょっと汗汗。じゃあ34分45秒やります。34分45秒。流しそうめん配信したい。そう、30日まではドボンに集中。でも明日ね、ゴールデンタイムできないんですよ、私は。ちなみに明後日も。やばい。やばすぎ。だから、それ以外の時間で稼いでいきたいと思います。マジか、そう、マジ見沢です。レッスンがあって、やばい。お、上がられた。次は36分25秒。さあ、次は36分25秒です。ね、阿部兄弟さんが2人で金メダル。さっきまで見てたよ、一二三さんの試合。詩さんの試合も見てた。一二三さんの試合が終わってから配信してる今。すごい。まずは600日おめでとうございます。このような記念すべき日を迎えられたことを自分のように嬉しく思います。ありがとう。そう、25秒ぴったりで押してるね。なんかさ、詩選手は終わった後「やったー」みたいな感じですごい可愛かったけど、一二三選手は終わった後ちょっとね、時間をちらっと見て、一回勝ちを確信して噛みしめて、ちょっとにやけ、嬉しそうだったけど、その後はね、すごい戦い終えたぞみたいな感じの勇ましい顔になってた。そう、対照的だった。今日からうたちゃん推しです。かわいいよね。一二三さん勝った後のうたさん、かわいかった。え、ね、イエーイみたいな。かわいかった。スケボーの競技に笑っちゃった。え、スケボー見たかった。金メダル、堀米選手のなんかもうすごい、金メダルですごいんですけど、なんか実況が面白かったみたいな、話題になってた。半端ねえみたいな。見たい。
スケボーすごかった、ずっとすげーって言って見てた。だって、え、見たい。スケボーとかさ、なんか競技としてあんま見たことないからさ、なんかよく道とかで若い子がやってるのしか生で見たことないから見てみたい。次38分45秒。めっちゃネットよく見てるのね。だって、え、見てます、チェック、オリンピック情報めっちゃチェックしてる。次38分45秒。なんか実況してる方もうすごいスケボー上手くて、なんかオリンピック出ないことにすごいびっくりみたいな、周りは。実況の方もで、なんでその人がオリンピック出ないかっていうと、なんか自分はすごいずっとなんか勝つために練習してたけど、なんかオリンピックでスケボーが決まった時に自分は出るかみたいな、出るのかってなんか考えた時に、いや俺はスケボー楽しくやるだけっしょみたいな感じで思ったからオリンピックには出ないみたいな。インタビュー見た、めっちゃチェックしてますからね。うん、そうだけっしょみたいな、俺は楽しんでスケボーやるだけっしょみたいな。でもそういう人がさ、その方が本当オリンピック出てたらもしかしたら本当にメダル取ってたかもしれないけど、そういう決断したのがなんかすごい、楽しむだけっしょだから。今日は8時からサッカー。そうなんだ。サッカーってさ、なんで開会式前からやってんですか？お題マラソンに出るのだって。私長距離ほんと無理なんで。無理です。なんでサッカーってたくさん試合があるから、日程が長いから。うん、そんなにいっぱい試合やるんだ。次は41分25秒です。次は41分25秒。なんかさ、聖火ランナーみたいなさ、日本の誰がやるんだみたいな、最後みたいな、誰だみたいな、すごいさ、ミヤネ屋見てて、その日のね、昼にで、ミヤネ屋見てて、誰が聖火ランナーやるんだみたいなっ て, ってさ、私も誰だろうみたいなワクワクしてたらさ、めっちゃいた、最後の聖火ランナー。でも大坂なおみ選手がさ、最後に出てきてさ、なんかすごい髪型もすごくおしゃれでさ、なんかこうやってやった時めっちゃ感動した。なんかすごいファイナルファンタジーみたいな、なんか丸のなんか謎のなんか丸のなんかが出てきて、そこに点火みたいな、めっちゃすごかった。であとその松井秀喜選手が王さんをさ、王さんと一緒にさ歩いてるところ見て、私全くちょっと本当関係性知らないけど感動しちゃった。うん、あ、長嶋さんか、王貞治さんかと思った。長嶋さんね。だってもうそう、全く関係性も知らないし、そう、松井秀喜選手はなんかゴジラって呼ばれてるのは知ってるけど、ちょっと本当知らないけど感動した。師弟関係、え、そうなんだ。あ、王さんもいた。あ、そうなの、両方いた。なるほど。うん、
長島さんと松井さんは師弟関係、ミスタードゴジラ、次43分25秒、次43分25秒、エリちゃん筒香さんぐらいしか知らないもんね。でも私あの方知ってます、あのめっちゃ面白い人、ファン、めっちゃ面白い野球選手の方。杉谷さん、杉谷さん、読み方はちょっとあれなんですけど、めっちゃ面白いあの方、尊敬する、杉谷さんファンです、憧れてます、尊敬してます。だってね、 YouTube でその方の名前調べて動画いっぱい見るぐらい面白い、マジで。何度もあんな面白いんだろう、憧れてる。この前も野球の試合が雨で中止になったんだけど、なんか中止になったけどさ、グラウンドに見に来てくれてるファンの方ってか、なんか応援しに来てくれる方たくさんいるじゃないですか。だけど、だから中止になったけど、杉谷さんがなんかパフォーマンスみたいにしてて、グラウンドでめっちゃおもろくて、さすがやんけって。私その前から結構ファンだったんですけど、あ、次45分25秒ね、45分25秒だったんですけど、あれ見てもう本当にマジで素晴らしい人だなって思いました。だってユニフォームもさ、めっちゃ綺麗だったんですよ、あのそのパフォーマンスする前は。で雨がすごくて、なんだなんだみたいな、出てきて何するんだみたいな思ったら、スライディングなこうやってボーンって一塁まで走ってって、なんかスライディングなのかな、ボーンってわざわざ自らユニフォームを汚して、で二塁まで行って、またボーンって同じことして、三塁ボーンボーンボーンって、もうすごい、ユニフォームめっちゃ汚して、そうすごい会場を盛り上げ、ヘッドスライディング、そうヘッドスライディングです、そう。だからヘスラーカーだって、ヘスラって言うんだ、そうめっちゃね素敵、面白かった、面白いっていうか、もうほんとなんか最高だなって思いました。雨で中断するとお決まりのパフォーマンス、あ、そうなんだ、お決まりなんだ、なんか私もその姿勢を見習おうと思いました。お、次47分25秒です。詩選手が表彰台に、見たい、詩選手マジ可愛いんだけど、あの兄弟のファンになった。お、600日おめでとう、ありがとう、イエーイ、すごい風船飛んでる。でも今日はなんかそんな600日っぽいことできなくてすいません、ドボン配信。イエーイ。ありがとう600日。
600日で君が占われて、お、終わった。次48分25秒です。次は48分25秒。小学生の時ゆうこさん推しで AKB に戻ってきて今おだぐり推しです。嬉しい。ゆうこさんがさ、なんか食べてさ、クリームがさ、ここにさ、めっちゃついててさ、なんか可愛いやつ見ました。100点って言われてた。ずっと可愛い。見ました。あ、マリトッツォ食べてたんだ。マリトッツォ流行ってますよね最近。うん、コンビニでも私も買ったことあるよマリトッツォ。でもその時別にマリトッツォとか流行ってなくてさ、なんだこれって思って、クリームいっぱいやんけって思って買ったから。今日横浜スタジアムで女子ソフトボールも銀メダル以上が確定しました。すごい、みんなメダルとか。1日で金メダル3個も。日本。クリームいっぱいやんけで買うお大リスコ。そう。クリームいっぱいやんけって思って買った。なんか甘いもの食べたくて。お、じゃあ次50分45秒。卓球も大逆転。すごい。もう5個ぐらい取ってる。今日4個だよ金メダル。あれ、そうなの？スケボー堀米くんも今日金メダル取ったよ。うん、すごい。だっては初めてスケボーってさ、今回のオリンピックからじゃないですか。初代金メダルってことはもうずっと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 語り継がれるってことですよ。すごい。それはすごいですよ。うん、あ、水泳の大橋さん、あ、すごい、めっちゃ金メダル。ソフトボールメダル確定。うん、すごっ。ダイリアオリンピック何の競技に出るんだっけ。私はドボンです。ドボン、女子ドボン。お、次52分45秒です。次は52分45秒。
堀米くんめっちゃイケメン、さっきからめっちゃ待って堀米くんのファンがいるんだけど、すごい語尾にハートがめっちゃついてるし、すごいめっちゃファンの方いるやん。私もスケボーやろっかなとか言って、絶対私は絶対スケボーできないと思う。なんかよくさ、なんかやってる人見るけどさ、すごくないですか？あれ、怪我しますよね普通に。私にはちょっとできない絶対に。おなりはマラソンじゃないとダメ絶対。なぜ？次54分25秒です。私はマラソンこそちょっと苦手。私乗ってれば勝手に進むようだって。なんか止まり方わかんない、怖い、止まれない。ドボンってオートでやってる？だって。やってないよ、手動でやってます。このあと男子サッカーですね。だってね、日本対どこなんだろう。メキシコ？へえ。お、終わった。次56分25秒です。女子バドミントンなう。え、ってかさ、競技って並行して行われてんだ、いろんな競技が。なんか今はバドミントン、今はサッカーとかじゃないんだ、もう並行してんだ。あ、並行してんだね。なるほど、並行しないと終わりません。今バレエ見てる。え、バレエもやってんの今、すごいな。だるま投げました、愛してますありがとう、おだるま。メキシコ強えよ。だって、え、サッカー。なんか私ミヤネ屋見てたんですけど、なんかサッカーで左蹴りの人が3人もいるみたいな話を見ました。あ、そうなんだって思ったちょっと話深く知らないけど、なんか左、あ、終わった。次58分45秒。そう、左蹴りの人が3人いるからなんかみたいな言ってた。え、次何分って言ったっけ。58分45秒、違う、間違えた。58分25秒、58分25秒です。久保、堂安、三好ですね。なるほど、
58分25秒。堂安、堂安って読むんだ、すごい。堂安選手ってディフェンダー、ディフェンダー、キーパー。あとなんか久保選手をがすごいなんか有名だから、なんか久保選手にみんなマークすると思ったら違う、なんか一人の人がすごいなんかシュートを攻めてて、その人にもうすごかったからなんかって言ってた。うん、そう、なんかそのなんかがちょっと分かんないんですけど、なんかそうみんながそう久保選手久保選手ってならずに、 その方もすごかったからなんかって言ってました。あ、また次は0分25秒、次0分25秒。そう、意外とね見てますから、ちゃんとオリンピックのこと。林の動きがうまいから久保にだけ集中できない。あ、そうだったかも。そう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 、そう、林の動きがうまいから久保にだけ集中できない、そうだったかも。うん、そうでした、そうでした。そう、マジそうだった。なんか上手いから、その人が上手いからそっちに引きつけられて、なんかなんかなんか良かったみたいな、うん、感じだった。男子体操楽しみ。私も体操、あと何の競技があるんだろう。フェンシング？あ、間違えた。青持ってないのに青押しちゃった。なんか最近めっちゃミス多い、ドボン。タッチミスが。あ、バスケ、そう。八村塁選手。こうやって持ってましたよね、入場の時。次2分25秒。女性が持ってた、あれ？八村塁選手のツイッターで持ってましたよ、なんか。
となんだっけ、あ、ピクトリンクめっちゃ話題になってましたよね。ピクトリンクだっけ、なんか棒人間じゃなくて、なんかスーツ、全身スーツの人が、ピクトグラム、ピクトリンクは間違えた、プリクラだった、プリクラのあれだった次3分45秒、あれだ、プリクラだ。ピクトリンクはあれだ、会員になったらプリクラ全部もらえるやつだった。ピクトグラムでした。ピクトグラムすごかった。バドミントン失敗してた、でも頑張れって思って見てた。ね、カメラマンさんもさ、あれ動いてる人も超大変だし、カメラマンさんも大変だし、なんかすごかった、うん、あと私あれ、あ、なんだっけ、海老蔵さんが出てきた時もびっくりした。ジャズピアノと一緒に、待って、5、次5分25、5分25です。タタタラタタタラタタラララタタタラタタタラタタラタ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 タタタタ、ドローンの網だって、ドローンの何、ドローン乗って、あ、そう、なだぎたけしさんもいた。私もなんかあの人、なだぎたけしさんかなって思って、めっちゃ似とるやんって思って、ツイッターですぐなだぎたけしって調べて、そしたらみんなも思ってて、え、そっくりさんなのかなと思ったけど本物だった。ドローンの地球見てない、後で見よう。ミーシャさんの君が代もすごかった、感動した。あとマヤミキさんかっこよかった。やばい、ゴールだ、おめでたい、久保くん決めた、だって最高やんけ、久保さんありがとう、久保さん。みんなサッカー見ながら、ドボンしながら配信見てんの。久保えぐい、久保さん本当うまいんだね。お、次7分45秒、
ボさんうまいんだやっぱ。堂安のアシスト、お、さすが。アウトサイドで決めやがった。だってわかんない、アウトサイドって。堂安くん知ってるんや。だっていや、さっき教えてもらいました、コメ欄の皆さんに。オリンピックで出てみたい競技ある？ないよ。次9分25秒。アウトサイドはやばい。だって、オイラが見ると成績悪くなるトラウマで見れない。いや、影響してるんだ試合に。見ると。そろそろオリンピック選手が年下なんじゃない？だって。え、多分余裕に年下。普通にウタちゃんも、ウタちゃんって言っちゃった。普通にウタ選手も年下だし、あのスケボーの方も年下だったし、あと体操の選手も年下の方いたし、久保選手も多分年下。うん、次は10分45秒です。スケボー女子12歳の子がいる。え、本当に？すごい、12歳。サッカーはアンダー24。あ、そうなんだ。24歳以下しか出れないんだ。あ、アンダー24と24以上があるのかな。 PK もらった。だってめっちゃみんな実況するやん。PK 来た。だって誰が蹴るんですか、あれで。 PK は鬼だって。もうわかんない。待って、じゃあ誰が、堂安選手が蹴るんですかね。私今実況配信してますっけ。え、堂安が蹴る、やばい。私の意思が通じた、正解で草だって。やばい、私の言った通りになった。りっちゃん頑張れ。だって、何、りっちゃんがあだ名。次12分25秒。次12分25秒です。ゴール、え、やば、堂安推しです。もう決めた。りっちゃん、りっちゃんありがとう。りっちゃん、え、2対0、すごいね。堂安なんで好きなのって来たけど、全く知らないんですけど。あ、堂安さんな。だって、あ、すいません、ごめんなさい。すごい、ドボンどころじゃないってきた。確かにサッカーすごい盛り上がってるもん。だってコメント欄が、画面乱れた。だって、全く分かんない、顔分かんない、誰も。久保選手ぐらい。
サッカーにチャンネル変えた。だって今日の地上波映像が乱れまくり、でスケボーの時も乱れてたんですよね。皆さん、私サッカー見てないです。今ドボンやってます。すいません皆さん、あと5日なのでちょっと皆さんよろしくお願いします。じゃあみんなもね、サッカー見たいと思うから、次が配信の中で最後の試合にしようかな。私も早くねお風呂入って、9時はねドボンいっぱいしたいから。じゃあ最後14分45秒です。次14分45秒そう、でもね、私もちょっとなんかサッカー見ながらドボンしようかなって思いました。そう、ケーキも食べないと。配信が終わってお風呂入ってドボン。でもいいですね、オリンピックが盛り上がっててみんな楽しんでて、すごい素晴らしい。今日はね、9時はね精一杯ドボンして、10時から時間合わせしようかなと思うのでよろしくお願いいたします。将棋の藤井くんも勝ったよ。だってすごっ、最高じゃないですか。じゃあ今日の配信終わりたいと思います。今日600日配信でね、背景が豪華だったんですけど、皆さんこれからもはいよろしくお願いいたします。明日も配信します。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位猫ちゃんバラアットおだし、12位ジャンアット群馬にゃおだし、11位ごめん先生、10位くるりん、9位なおなお、8位ボマ、7位アップ、6位マーアットおだし、5位ダーシー、4位ソニーアットおだし、3位みやちゃん、2位ひとくまさとる、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。では皆さん、また明日の配信で、まあ後でドボンでも会いましょう。ではバイバーイ。